ヒイラギユウのめちゃめちゃクッキング今の食材はこのじゃがりこを使ってコロッケを作っていきます。それでは準備します。今日使う食材はこのじゃがりこと、パン粉、薄力小麦粉、油お湯を入れたら、じゃがりこを潰していく。潰れるかな？なかなかうまく潰れません。なんでだろう。こんな感じにマッシュポテトみたいになった。潰れました。こんな感じ。次に潰したじゃがりこをラップの上に乗せていきます。潰れてないじゃがりこがあったまあいっか。結構大きいコロッケになりそう。こんな感じ。ラップでくるみます。押さえて形を作ります。コロッケの形こんな感じ。はい、こんな感じでじゃがりこ4箱使ってコロッケ6個できました。それでは揚げていきます。混ぜます。小麦粉を少し。次にパン粉結構多めに。そしたら小麦粉、卵、パン粉の順番でつけていきます。小麦粉つけて、次に卵をつけて、繰り返します。おー、コロッケー、すごーい。コロッケー、本物のコロッケ。
ロッケみたい。おいしそう。うわーすごい、ちょっと焦げた。うわーすごい。裏返して、もうめちゃくちゃ美味しそう。これだけで、実食。重たいお皿が。うん、おいしい。普通のコロッケより弾力があって歯ごたえがあって美味しいです。普通のコロッケよりこっちの方が好きかも。うまい、うん、うまい。口の中がパサパサ、中にチーズとか入れても美味しいかも。うん、これ全部食べるのきついよ。欲しい人。それでは今日はこの辺で、バイバーイ。